TBS ラジオ開局60周年にふさわしいゲスト、まずはこの音をお聞きください。三菱ふそう全国縦断、えのさんのおはようさん。いやー、若々しいですね。生島ひろしのおはよう一直線の前の番組はえのさんのおはようさんでしたが、なんとえのさんこと榎本勝興さん、今日のスペシャルゲストでございます。えのさん、おはようございます。若い。いえ、あのね、はい、昨夜電話ありましてね、はい、TBS から、はい、あの開局の時にね、昭和26年の12月24日、はい、新橋演舞場から、はい、その時のディレクターは誰だったか、アナウンサーは誰だったかってね、ところが開局60周年の時に23ということは、今82ってことでしょ、私が。お若いですね。いやそれでしかもね、はい、生島さんね、はい、あなたの声も若いけども、もう一つ、人気があるのは、僕からバトンタッチして、一直線の生島さんのね、人気と、それから今の田淵さんの、はい、あの言葉の行き届いたこと、やはりすべての人が、なるほど、なるほどと、あうが胸につくくらいうなずくはずだと思うと、あうが胸につく。ゴルフ場に着くくらいに、着くときにも、江野さんのおはようさん聞いてましたよってね、あの一言をこの時刻に生で聞けるっていうのはね、どれほど、まあ、私は背筋がね、ピシーッとまた、平定規を入れたように伸びましたよ。平定規入れたように。田淵さん、はい、榎本さんですよ。いや、もう、80? 82歳ですね。すごいですね、この声。だいぶ若いですよね。若いのはね、たった一つだけ、自慢あるんです。はい、それは大沢優里さんと、それから、山本文ちゃんと、はい、私と3人は、歯が、入れ歯がないんですね。あら、すごい。よく厚生省が8020っていうでしょ、8030以上なんですね、3人とも。すごい。それで、今ここの私のコーナーに入る前に、やはり少し接触した方がいいとか、体重が減らないんですっていうふうなね、健康の、なるほど、これはこれはと感心しながら、そうか、それならばって、歯だけはなんとか大事にしてるんですけどね。なるほど。あとはもう、そこら中、今、田淵さんのおっしゃってた膝にも来ましたね、ついに。江野さんも。4日前に、ホノルルマラソンから帰ってきたんですが。でも、これは走りもないよ。応援でね、ベルを置いてパフパフってやってたんですけどね、ただ、左膝にね、来て、時折、飛行機に乗るときなどもそう、壁に手をついてたりする自分を見るとね、おお、我、老いたり、これ、誰の責任ぞやというね、雰囲気ですね。でも、エルさんね、うん、おはようさんずっとやってらっしゃって、うん、一番こう思い出に残ってるものって何ですか？それは一番思い出に残って、いいことを質問しますね。一番思い出に残るのは、田中角栄さんのお宅にね、目白のお宅に伺った時もそうだし、だから美空ひばりさんがそこへ来て、今、いつもの同じスタジオですか？いや、そうですね、同じスタジオですね。9階の。9階の。で、そこへ座って、そこで美空ひばりさんが泣いてしまったこととか、なんで泣いたんですか？泣かせてしまったんですね。なんで泣いたんですか？それはね、語れば30分ぐらいかかります。それは1分で。そういうふうな話はね、もう山とありますね。でも、冠婚葬祭貸し借りだって言いますけども、おめでとうと言ったら、逆に訃報も入ってくるし、今年はいろいろなことがありましたね。本当でしたね。いやでも、江野さんね、うん、やはりこのラジオのリスナーの方って大変あったかい方が多いなと思って私実感して本当にありがたいんですよ。ありがたいでしょ、行く先々でね、私は1都2府43県で47都道府県、ほとんどのところをおかげさまで伺いましたけど、行く先々でやはり生島アナウンサーのことを聞きますよ。あ、そうですか。で、最初バトンタッチした時には、大変でした。何か針の後ろに座ったような。そうですよ。今はどこ行ってもレッドカーペットじゃないですか。いやいやいや、うまいこと言うな、さすがに。いや、でも本当に今回のね、3.11 以降もね、本当ラジオのリスナーの方に支えられました。いやー、しかも、やはり、リスナーの方もそうだし、あなたがこの番組に支えられてね、現在まで来たということをね、はい、おっしゃってるのをちょっと週刊誌でね、今週発売の週刊誌で拝見しましてね、そうだ、いろいろなことを、ここでその
朝ですからあまり詳しいことは申しませんが、でもいろいろご家族のことを含めて、よく下唇を噛みしめるくらい我慢したこともあるんでしょう。いや本当そうですね、うん、そこをここまでやってきたっていうのはね、すごいなあ。いやかつての田淵さんのホームランと同じで、どこまで伸びていく生島新記録頑張れよと。栄養さん、いやなんかもっと褒めてくださる。いや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 、本当嬉しい限りですよ。もういやだって、ね、ヤンバルダムがね、うん、また始めるというニュースから始まってね、はいはい、だからすぐに私もヤンバルダムまたも始める、やんめんなよとかね、だろいろいろ。栄養さん、せんで時々ね、ゲストでご登場いただけないですかね。いや褒めることだったら、だって生島アナのね、今三重のガラス戸の向こうはディレクターどなたですか？今日田村くんです。田村ディレクターがまたこれね、神経細かく行き届く人でね。細かいですね。時間通り行かないと苦手なタイプですよね。しかし、あとは石原裕次郎さんのこととかね、それから田中絹代さんのインタビューね、フローレンス・ジョイナーのハワイでのカフェオラニ公演でのインタビューね、もういろいろです。いやでもこの番組はね、ハワイでも聞いていただいても K2 で、はい、K2、ええ、江野さんも行かれましたでしょ。どれくらいになってるか分かりません。ああ、はい。でもね、K2 のスタジオからも放送されたんじゃないですか。そうです、 K2 でね。そうすると向こうに何か7人8人9人もっと現場の方がね、いらして、夫は外国航路の船長です、外国人です、私は日本人です、どんなお顔かと思って拝見に伺いましたと、わざわざ K2 のスタジオまで来てくれる方とか ね、やはりネットというラジオの素晴らしさ、それから私がそこで生島アナウンサーにバトンタッチした時の最初からもう田淵さんはそこにあれでしたよね。そうです、ずっとこの生島アナウンサーの、はい、この一直線のために確か最初から入ってらっしゃるね。もう田淵さんもね、阪神の現役のね、コーチの時ですらね、番組出てくださったりとかね。そうでしょう。本当やっぱこういう絆がね、大切だということを改めて痛感しております。そうですね。じゃあ江野さん、はい、もうちょっとぜひとも月にね、1回ぐらいとか、ご出演していただけるとありがたいんですが。ぜひね、ところで、あれですか？そろそろ時間ですよ、江野さん。はい、味は記念か、頑張ってください。ありがとうございます。何を言うのかと。いやいや、お見事でございます。田淵さん、失礼しました。はい、どうも、江野さん、はい、ありがとうございました。どうも。失礼いたします。後手後手と言われないようにということなんでしょうかね。さあそんな中で、我らがこの大先輩、この番組をね、以前に担当してらっしゃったのは、元 TBS OB 榎本克興さん、榎本さんの訃報も入ってまいりました。ちょっと本当に驚いたんですけれども、榎本さん80代後半かと思ったら90超えてらっしゃったんですけども、今日92歳かね。テープもありますので、ちょっとお聞きいただきましょう。おはようございます。5月17日金曜日です。 MMC 矢野さんのおはようさん、もう目の前の超高層ビルが2本銀色に、輝いてまして、いやーこれが明日明後日と2日間続いてくれないかな。どうしてこんなに早起きですか。今朝も6時半まで1時間ぜひお付き合いください。全国の早起き仲間だけが結ばれての1時間の生ワイドです。全国縦断えのさんのおはようさん。頑張れって誰のこと言ってんだって、柔道の山下選手、もうじきに婚約だってさ。そして引退するかどうかも決めるって今朝の東京中日が伝えてます。読売新聞はまさか田中角栄さんのお宅が一部7に入っているということが大きく7段の木8段の木かな書いてあったりしまして、みんな頑張れって。本当にそうですね、皆さん本当に病気療養中の方、病気に負けてはいけませんよ。江野さんのおはようさん、6時半まで生放送です。これ1985年の放送の時のねテープということでしたけれども、まあまさに博覧狂気、物知りでね。いや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 、本当に江野さんのこの表現力の豊かさとか、いやーもう本当にね、お呼びもつかないんですけれども、いろんなことを学ばせていただきました。ご冥福をお祈りいたします。